ここんばんばはー聞こえたああーああ大丈夫かなオッケーよしふいじゃあ寝よっかうん大丈夫かなえっ、ー、とじゃあ電気消すね よいしょじゃあおやすみーよはあ、今日あそっかそっかちょっと待ってえっとあオッケー。 今日どうだったなんかあの割と涼しくなかったそんなことないなんか昨日の夜は珍しくね冷房つけずにあの眠れて朝まで全くね暑いと思わなかったんだよねあそうそう風がねちょっと涼しいよね 初見いらっしゃいひまわり枯れてて夏も終わるなあそうだね確かに確かになんか来週からはあの曇りも多いみたいだねそうそう天気悪いみたいああ流星群は僕見てないなお昨日だっけ 流星群ってあんまり意識してなかったなそういえば北海道は暑いあそうなんだ北海道が暑いんだねなんか流星群っていうのは話では聞いてたけど全然だったな 見る時はみんなあれなのかな外出て見る感じなのかねえ台風東京に直撃コースうわーそれはやだな流れ星見れず残念だったけど探すのも面白いなんか昔小学校の頃にあれだなあの なんでかで星がどうだらみたいな <laughs> あのぼんやりした記憶なんだけどそれをみんなで見に行こうって言って夜中に待ち合わせしてで見に行ったのすごいなんか楽しかったなその星がどうっていうよりも普段はね夜中出ちゃいけないけど今日だけは OK みたいな。 うん、僕星座はそんなに詳しくないないや全く詳しくないな <laughs> 夏の怖い話とかは苦手あそれでさ思い出したことあるんだけどあのさ今 <laughs>、まあ、ニコニコ動画のトップにあるあれわかる何だっけな なんかニコニコが温泉を作りましたみたいなあそうそう旅館旅館旅館を作りましたみたいなのがあってさんでなんかへえ手広いな <laughs> と思ってもう完全にピュアもう純真な心でクリックしてさでなんか ニコニコ動画の温泉のなんか魅力みたいなそのいや旅館の魅力みたいなでな,なんだかで下をこうスクロールしていったら完全にホラーのサイトでうんうんええってなってさ怖くていやもう注意書きとかもなくて。 ニコニコ旅館をご紹介しますみたいなことが書いてあるだけなのあれちょっとみんなも気をつけて僕ね去年も騙されてるんだよねなんだっけ去年はヒラメさんにヒラメさんを誰かが呼んでいますみたいなのを去年クリックしたんだかで、うん 怖かったでもなんか一昨年に僕引っかかってそれがなんかすごく怖くてその僕もうだから去年も今年もすぐにブラウザバックしたんだけどその怖い思い出がさなんかよみがえってうわもう嫌なもの見たーってなっちゃっていや僕怖い話はもう絶対無理。 しないあでもツイッターにも書いたけどさ今日その <laughs> あの青鬼の夢見て僕がリアルでそのなんか屋敷かなんかを歩き回ってて青鬼の世界にいるみたいな夢だったんだけどあの青鬼出てくるんだけど僕がなんかものすごい あの近くにあった枕を拾ってパコーンパコーンってあの対抗しててんで結構ダメージ食らってるっぽいなんか青鬼が困惑してる顔あやめてほしいみたいな顔しててあれなんか青鬼いけるなーみたいなクリアーみたいなしかも <laughs> あの 放送を見てる人にしか分かかららないからツイートしなかったんだけどそのこの間ヒットマンした時に僕「ダラシャーイ」って言ってたんだけどさあのヒットマンっていうゲームがあってそのヒットマンのゲームをしてる時に思わず叫び声であげてたんだけどその「ダラシャーイ」をね <laughs> 夢の中でもすっごい言っててうわー <laughs> 起きてからなんかめっちゃ戦ってたなーと 僕ね、結構その、怖い夢とか見るときって、あの、体調悪いときとかが多いんだけど、今日なんかめっちゃ元気だった <laughs>。怖い夢じゃなかったね。むしろこうしてやったりみたいな。そう、だから青鬼もね、戦えれば大丈夫なんだよね。青鬼が来た。ね、青鬼がふ、 僕に触ってくる瞬間エンターキーを押すとタラシャーイの掛け声とともに枕がスパーンって飛んでくるゲームだったら青に今すぐにで、ね、も再会するんだけどこれでもう怖くないねあいやでもね正直ちょっとあれこれもしかしてこの流れで青にいけるんじゃないかってちょっとだけ期待してる。 またいつかねやりたいね <laughs> もうほんと怖いの無理でさあとはねいやそうそうだからヒットマンみたいに青鬼がねキュロキュロとこう辺りを見回してヒットマンのことがバレないように ね、かいくぐるゲームだったらいいんだけど僕だからもうあの今はさ心霊写真とかもねまあ言ったらフォトショップとかあのなんならスマホアプリとかでも簡単に合成ができる時代だからで分かってはいるのに僕やっぱそういう番組はもう見れないね 怖くて見てるときはんだろうアホかみたいなバカバカしいよって思うんだけど見終わった後にささあじゃ寝るかってねテレビとか消して歯を磨きに行くときとかに急になんかあれーみたいな怖くなるんだよねトイレ怖いトイレ怖い 過去のも一気に思い出しませんあ,あそうあるわかるわかるああ洗顔してる時お風呂の時怖いわかるもう小学校の時にあのあまりに怖くて <laughs> あの母親にちょっとお風呂場の近くに来てもらったことあるからね <laughs> いるの いるの <laughs> って言って <laughs> うん母親がちょっと半切れ最初笑ってたんだけど後半からあの「こいつマジか」みたいな <laughs> この息子マジで怖がってるなみたいななんでなんだろうねなんか 才能あるよねそのそういうのを怖がらない才能というかさ訓練でどうにかなるのかな本当に子供の頃からダメだったから怖くない人尊敬するいやあね本当だよねすごいと思う本当に 怖いって言いながらもお化け屋敷とか乾燥する人もすごいなって思うし克服する必要もない気がするけどねいやでもほら、まあ、男としてさ僕に任せなみたいな <laughs> ねた多分今僕だったら 大丈夫、僕僕にしがみついてもいいんだよみたいな言ってしがみつかれた瞬間僕が叫ぶからねほわー <laughs> うわうんほんとにそうなりそうだから一緒にホラー見ないでくれる方がいい <laughs> そうだね遊園地行ったら なんだろうえー、っとじゃあマ、まあ、ジェットコースターの軽めのやつ <laughs> 置いて逃げなければよしあそれはないそれもない僕もあの逃げるどころか後ずさるからバックステップかひっくり返るか直立不動かの7が三択かな あでも僕はあの多分遊園地とか並んでる時間はねひたすら喋るからあのお化け屋敷とかも60分待ちだとして60分喋って直前で「あの、帰りたいね」<laughs>「やっぱやめようか」みたいな「<laughs> 遊園地ひらめさせだ 自分よりり怖がりがいるると平気になる不思議あそうだから僕結構ね人ホラー潰しというか僕が僕のリアクションがでかいからそのそっちに集中できないみたいな楽しいのなら <laughs> そうだねでも メリーゴーランドとかね乗ってもなと思うしやっぱりジェットコースターになっちゃうのかなあ,あパレードねそうだねパレードはいいねああメリーゴーランドとか大人になってくると 一周してありかななみたいな逆に楽しいとかはありそうむしろなんかね、まあ、男だからか子供の頃も全然メリーゴーランド乗ったことなかったからああゴーカートとかが地味に大人になると楽しいゴーカートねゴーカート好きだったな ディズニーにねあるもんねコーヒーカップは僕酔いやすいからね子どもの頃もコーヒーカップ、うん、誰よりも調子に乗って回したけどそこから完全に酔って「あの先行ってて」って言って僕一人ベンチで寝てたから。 ディズニーのゴーカートってなくなったのないのあなくなるんだあなんか前確かに聞いた気がするなホーンテッドマンションはあの子供の頃は怖かった僕無理だったあの一番最後にお化けがファッって出てくるところあるじゃない軽快なメロディーにのせて <laughs> あれがもう怖くてね 高いところはね平気引っ越す前の実家が結構高かったなカリムの海賊いいねあとねあそうだ話変わるけど僕あれ映画見てきたんだあのえっ、ー、とえっ、ー、とドリー「ファインディング・ニモ」の続編の ドリーを見てきたんだけどあのなんか先週今週と先週ゴジラ見て今週はねあのドリーを見て来週は多分あ来週見れるかなあの X 目見ようかなと思ってるんだけどドリーねあのねちょっとみんなに 最大画面で見てほしいんだけどドリーの前に「パイパー」っていうミニ映画がショートムービーが流れるんだけどもうねあれが最高によかったあのあ YouTube に予告が出てるんだけどその本当に CG がすごくて画質めちゃくちゃよくした状態で見てほしいのね PIPER かな「Piper パパ」予告のね段階でもう僕まず最初にあれ見た時点でもう僕の中でお金払った価値ありっていう <laughs> あれになって本編も良かったあのねまあ一作目と比べてうーんって思うことが なかったわけじゃないんだけど。ていうかまあ、あ、思うことは結構あったんだけど、でもあの、こうなんだろうな、あ,あんまりその、ネタバレになっちゃうから言えないけど、こう、まあもう結構、うるるるってなったね。もうがっつり っっっと涙がてていうところはしっかりあってでそこがねもう完璧にいいなって思ったからもうそれだけで他のちょっと気になるところはまあいいかなって思えるぐらい楽しかったねん僕はね字幕派替えで見ることほとんどないかなまあ,あの気になるところもね結構あったんだけど 吹き替えの方がいいいあ、いや僕字幕派吹き替えでは全く見ないねあとねあこれはもうネタバレにならないから言っていいと思うんだけど僕すっごい感動したところがあって他あのいくつか感動したんだけどすっごい感動した場面があってあのさまあ見た人にしかわからないと思うんだけどあの途中でね えっと,、えー、っとニモのお父さんとニモがそのドリーンを探してえー、っと、まあ、水族館みたいなところに行くシーンがあるのねでその水族館のお土産屋さんがあってそのお土産屋さんの前に置いてある水槽でその水槽の中にはおもちゃの魚が入っててゼンマイかなんかで動いている。 で、カタ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 ってその水槽の中でそのゼンマイのおもちゃの魚が水の中で泳いでいる水槽の中にうっかり入っちゃうのねそのお父さんとドリアドリじゃないえっとニモがでそこからどうやって出ようかって二人が相談してるシーンがあるんだけどそのその時映画の画面では水槽がアップで映ってて で、水の中におもちゃと、えっと、荷物、あ、荷物お父さんの3匹がいるのね。で、その時に、水槽の反射で、その画面外に映ってる、その水族館みたいなところにいるお客さんが、映るの、ん何回か。その、外を歩いてるお客さんが。で、 もう僕、それがすっごい感動してあれってさ CG なわけじゃないだからその現実だったら多分そこにカメラを置いてそこで魚が泳いでてその周りに人が歩いてたら映るんだろうけどでもあれって CG だから全部多分さそれを絵としてね 再現しなななきゃいけないわけけわでなんかそのでそこにさその観光客のそのチラッと映る姿わざわざ水に反射してチラッと映る姿がなくても全然成立する場面なのにそれをちゃんと何か入れるっていうのがうわ っと思って手を抜かないというかあのもちろんストーリー的なところでの感動もあったんだけどそのこだわりなんかなくてもいいんだけどまどれぐらいのね労力がそこにかかるのかは僕は分かんないけどそれ見た時になんかもううわーってなって。 だからなんかねスタッフロールとかの時もわあなんかここにいる一人一人のね人たちがなんかそういうことを考えてるんだなと思ったらねすっごいなんかよくうーってなって <laughs> なった <laughs> なったんだそのパイパーもすごいパイパー多分なんか笛笛吹き みたいな笛吹きみたいな意味なんだと思うんだけど小鳥がねピー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 って鳴くたぶんそれを表したのかなと思うんだけどあれもすごかったしただまあちょっとラストを本当にラストのあたりはちょっとっていうのもあるんだけどねあもう気づいたら終わりそうごめん夢中で喋っちゃった。 しもうあっという間だよね <laughs> もうんそのなんか。 感動したこと伝えたくて <laughs>、気づいたらもう25分だもんね。で <laughs> もさ、今日とかはね、涼しかった。 きれい。 そう。つこつこ